京大和解放党代表山崎正一と申します。今世間でいろいろと医療大麻の方が騒がれておりますが、皆さん元気でお過ごしですか？まあ僕はいろいろあってこうやって代表を務めさせていただいておりますが、まあ本邦初ね、本邦初の、医療の名を冠した政治団体、医療大麻解放党。まず活動についてなんですが、何をするかって、何がって極めつけなことに、僕自身が障害やからね、病気やからね、大麻が必要やからね、はっきり言いますと大麻が必要なんですよ、僕には。やかましいと押し付け法によってこう、もうなんか禁止薬物のようかに言われてるけど、やかましいと、こっち生まれつきの禁断症状抱えとんねんと、医療大麻が必要やと、まあそういうふうに感情的になってもあれですので、ちょっとまあ順を追うような形で、適応疾患、大麻で一体どういった病気が治せるのかということを皆さんにちょっとずつ説明していただきたいと思います。まず正規ヘルペス、まあそれは置いといて、エイズ関連疾患ですね、帯状疱疹、慢性ウイルス型 B 型肝炎、慢性ウイルス型 C 型肝炎、ご利用ご症候、前立、これ何や、前立なんて読め、前立がん一般ですね、がん全般に効果が、ございます。日本の死因は確かがんがトップやったと思いますが、医療対応を認めないということは、これは政府は国民の命をもうもはや、見捨てていると、国民をないがしろにしてると、もう国民なんかいなくていいと、そう言ってるのと同じことなんですよ。国民、死亡率、もう一度言いますよ、日本の死亡率のナンバーワンはがん。じゃあ次、神経系いきましょうか。有効かと僕はまあ体験談を踏まえて思うんですが、まあ考慮されているだけでも、頭部外傷に、まさに ADHD、 僕ですね、神経管障害、発達障害、はい、パーキンソン病、ハンチントン病、ブズブズ脚症候群、フリードライヒ失調症、小脳性運動失調症、脊髄性緊縮脳症2型、筋萎縮性側索硬化症、まあその他の脊髄性疾患、脊髄性
生国家賞なんですけれども、これは海外では大麻で治すのが常識やと、まあそれを知った時僕は己の無力と同時に怒りに震えました。いい加減にしてくれよ市長たち、我々国民だってバカのままではないんだぞ。いつまでもいい加減にしろ。まあちょっと取り乱してしまいました。転換転換大放射転換性疾患大脳変大脳変幻系激怒症候群、急に起こってしまう病気でしょうね。これはそれにも有効的にあります。そう、まああと、そうですね、僕で言えば、一生治らないと言われている ADHD の他に薬物中毒がありますが、薬物中毒にも有効です。はっきり言います、有効です。はい、これを使わない手はないかと思うんだと思うんですが、政府はなかなか動こうとしませんね。出てくるのは高木沙耶みたいな、あんなアトン女優、あんなクソ女優みたいなとかばっかりですね。ここはもう僕の出番かと思いまして、僕はマイクを握りしめております。まあ握りしめながら世の中にありにも戦わず声を大にして叫んでおります。皆さんのためを思って、いや皆さんのためを思ってとか、自分のためを思って、皆様のためを思って、そしてみんなで仲良く平和のために、自由のために、僕は声を大にしたい。コントンコントロールでした。